マーク・カンタベリーはアメリカ合衆国のプロレスラー。ウェストバージニア州出身。少年は1967年とされる場合もある。WWF におけるヘンリー・オーゴット・ウィンのリングネームで知られ、ファームボーイ・ギミックの巨漢レスラーとして活躍した。WCW のジョガーだったジョージ・サウスとイタリアン・スタリオンのコーチを受け、1989年にデビュー。 ケンタッキー州の秋などのインディー団体を転戦後、1992年に WCW にて、ブッカーのダスティローデスのアイデアで、上海ピアースなる覆面レスラーに変身。テックススラシンジャーことデニスナイトを相棒に、ダイヤモンド・ダラス・ページビニー・ベガスの、ベガス・コネクションなどと構想した。1994年の中盤、養豚場の農夫をギミックに、 アーカンソー出身のヘンリー・オーゴッドウィンを名乗って WWF に登場。当初はテッドデビアス率いるミリオンダラーコーポレーションの一員だったが、1995年よりベビーフェイスに転向。ドロドロの資料が入ったバケツを手に入場し、その中身を対戦相手のヒールにぶちまけるなどコミカルなキャラクターで会場人気を獲得する。 貴族ギミックのハンター・ハースとヘルム3とは、上流階級対労働者階級の構想を展開し、12月17日の PPV ・イン・ユア・ハウス5では、会場内に豚小屋を設置したアーカンソー・ホグペンマッチで、対戦、試合には、破れたものの、ヘルム3を、豚のおぶつまみれにした。1996年からは、旧友デニスナイトもフィニアス・アイゴットウィンのリングネームで、 WWF に合流。重慶邸同士という設定の下、それぞれの名前のイニシャルが豚を意味する、コグとピックとなるザ・ゴとト・ウィンズを結成。このギミックの選抜である、ヒルビリー・ジムをマネージャーに迎えて、タック戦線に進出する。同年5月19日には、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて、スキップとジップのザ・ボディ・ドナーズから、WWF 世界タック王座をダッシュした。 1997年からは、アンクルクリータスを、新しいマネージャーにつけて、ヒールのタッグチームに転向。それまでの陽気さをフルインし、南部の田舎に住むヤヒで、排他的なレッドネックへのキャラクターチェンジを図る。10月5日にザ・ヘッドバンガーズを破り、WWF 世界タッグ王座に返り咲くも、翌々日の10月7日にリージョン・オブ・ドゥームに破れ、二度目の、体感は短命に終わった。 1998年は単独で WWF ブロール4オールに出場したが、6月29日のローイズ・ウォーで行われた1回戦でブラッドショーに敗れている。8月からはそれぞれリングネームを本名に戻し、コスチュームもオーバーオールから黒スーツに変更して、サザン・ジャスティスなるバウンサー・ギミックのチームに変身。マネージャーのテネシー・リーやジェフ・ジャレットのボディーガードを務め、 9月27日の PPV ブレイクダウンではジャレットを交えたトリオで D ジェネレーション X の X パックニューエイジアウトローズと対戦した。その後、前年末のリージョン・オブ・ドゥームとの試合で負傷した、軽椎が悪化、現役を退いて治療に専念することになった。2006年2月、当時の w WE w の株団体だったオーベニテ久々にリングに復帰。 同年9月に WWE とディベロップメント契約を結び、ローやスマックダウンのダークマッチにも出場した。2007年は DSW にてレイゴディとタッグを組み、3月16日のスマックダウンでは彼をカズンレイと名乗らせて、ゴッドウィンズを再編、ダークマッチでデュースドミノから勝利を収めた。その後は地元のウエストバージニアにて、 インディー団体のブッキング業務に携わっていた。2012年12月1日には、ウィスコンシンのインディー団体、GLCW にて、名優デニス・ナイトと共に、WCW 時代のギミックを復活させ、上海ピアーステックスス・ラシンジャーとして、アックススマッシュのデモリッションと対戦した。ありがとうございます。